ようございます。こんにちは。千代さん、ハートありがとうございます。おだまさん、星みたいな、ありがとうございます。ナナさん、ハートありがとうございます。おだまさんもハートありがとうございます。そう、朝からね、ちょっと結構きつめなお題ですよね。ね、朝から。朝からちょっとしんどい話題ですね。全然得意ではないです。キングキャメロンさん、ハートありがとうございます。ナナさん、レインボースターありがとうございます。全然得意ではなくて嫌いな方なんですけど、オーナーフィストさん、星ありがとう、星ありがとうございます。ドンミョンさん、天使ありがとうございます。はい、得意ではないですね。モデル投稿情報ですか。オーナーフィトさん、ダルマありがとうございます。ハートもありがとうございます。はい、私はね、コヨリンに、私の前がコヨリンで、そのお題が、そのこの前いつやっけ、あれ旧期生発掘合宿の時にした萌えゼリフをもう一度リバイバルしてほしいということで、はい、やっていきたいと思います。私は何やっけ、私自分が言った言葉覚えてなくて、なんかこやちゃんが書いてたやつがなんか若干ちゃうくて、なんか本命でも義理でもないただの友チョコみたいになってたから、だから何やったっけと思って。秋秀さん、星ありがとうございます。確かこれあげる友チョコじゃないで、あと義理でもないでみたいな感じだったと思う。旧期生発掘は神回でした。それな、めっちゃ楽しかった。あれまたやりたいですね、休憩で。たしたし、星ありがとう。そこよりのただのつ、もうなんかただの照れ隠しみたいなな。毎日頑張ってて大変やのに、朝起きて配信してて偉いね、ありがとう。おはようございます。おはようございます。じゃあやりますかね。なんだかんだ言っててもしょうがないんで、どうしよう。普通に言えばいいだけやもんな。普通にさ、私の萌えゼリフっていうかただのツンデレゼリフやからさ、めっちゃ言いやすいねんけどな。じゃあやります。チョコがない、チョコを欲張るものがないから、まあ、適当にやります。キングキャメロンさん、ハートありがとうございます。はい、じゃあどうしようかな、普通でいっか。じゃあいきます。普通でいいよな。え、てかなんか気まずくなりそう。やります。これあげる、もうチョコじゃないで、ちなみにギリでもないで、はい、終わりです。イエーイ。
りしてるいやこれはこよちゃんに感謝ですね。イングキャメロンさん、ハートありがとう。うん違う、かわいい、ありがとうございます。いい朝やね、ね、いい朝やね。いやもう塩味ぐらいがいいと思いますよ、あの私はね。そう、はい、なんか恥ずかしがるセリフじゃなくない？だってこれ分からんけど、なんかそのなんとかかんとかね、だから大好きやでとか言ったらちょっと恥ずかしいけど、このセリフは多分誰でも言いやすい萌えセリフだと思いますね。はい、おすすめ萌えセリフですこれ。はい、ちょっと萌えセリフ苦手だなと思う方はこれでぜひ練習してください。ゆいぴちゃん、ハートありがとう。練習する時ないと思うけどな、なんか練習してくださいとか言ったけど、なんか今日あんまり寒くない。恥ずかしがるほど言いにくくなるから、そうそうそう。しかもなんか次の人にちょっとなんかそんななんか強烈なセリフをやらせんのも嫌やねんな。気になっていた、やっと会えたよ。こんにちは、おはようございます。今回はちゃんと次のメンバー見てきた、見てきた。お腹空いた。でもあっさりいっちゃうあたりやっぱり得意そうに見えるわ。嘘、全然得意じゃない、ほんまに苦手な方。なんかそのなんか萌えゼリフを言わせる空間にいるのが嫌なんていうの、その例えば企画とかで萌えゼリフがあったら嫌。友達に結婚していいよ、毎回結婚してるけどね、会ったら会うたび結婚してるけど。おはよう、おはようございます。じゃあ次の人のやつ考えようか。ともちん、かわいい、ありがとう。次のっていうか今日の夜か、今日の夜の配信はちゃか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 じゃん、ゆきのんです。古川ゆきのちゃんです次は。ということで古川ゆきのちゃんの何やったっけ、あの萌えゼリフを考えたいと思います。最後終わった感じ、終わった感じです。ハロウィンパーティーでモノボケやってたよね。そう、あそこで萌えゼリフは無理ですね。大喜利と萌えゼリフってどっちが得意？どっちも得意じゃないけど、別にどっちか絶対やれって言われたら大喜利に走るかもしれない。わかんない、なんか萌えゼリフにも段階っていうものがあるじゃないですか。その例えばレイポンぐらいの萌えゼリフは私できないんですけど、さっきの自分なりのやつならいきます。でも皆さんが期待するのはレイポンぐらいのさ、その萌えゼリフやからちょっと期待には応えれないですねピピピさん、星ありがとうございます。もうポンは別格ですね、やっぱり。プキちゃんは冬か雪を入れよう。確かにプキちゃんは、どうしよう、どうしようかな。プキはね、
雪のどうしよう、何はせようかな。何を言わせよう、どうしよう、いい案ないですか。確かに冬とか雪とかは入れた方がいいと思うねんけど、それでいて何を言わせるかみたいなね。ツイキャディツイキャスさん、ハートありがとうございます。次は誰ですか？次雪のクリスマス風か、なるほどね。どうしよう。どうしようどうしよう。低レベルのものしか思いつかない。どうしようかな。ほんまに今思いついたのが、あんなユキノンと一緒にイルミネーションデート、イルミネーションデートシーヒンぐらいしか思いつかないです。どうしましょう。ツイキャスさん、星ありがとうございます。初めてでした。おはようさん、おはようございます。いや、ユキノンの一人称は私です。あー、それでいいやん。寒いけどユキノンが手つないであげるからイルミネーション見に行かん。で、大阪弁にしても関西弁にしてもらえますかね。ちょっとこれスクショ撮っていいですか。忘れちゃった。寒いけど雪乃が手つないであげるからイルミネーション一緒に見に行かん。でよくないですか。どうですか。こうこう、旗ありがとう。やっぱシンプルが一番いいと思うんですよね、結局。雪乃も関西弁言えるかな。え、でもその語尾ぐらいやから言えると思う。見に行かんって、そこだけやから完成で。新潟の方言とかあるんかな。新潟の方言わからんな。新潟の方言の方がいいか。どうだやろう。確かに当たり障りないくらいの文字リフ、ありがとうございます。おはよう、おはようございます。マスさん、雨ありがとう。トモタンさん、ハートありがとうございます。みんな好きやちゃう。それはあれやな、さゆきや。タコさん、ハートありがとうございます。マスさん、星ありがとうございます。一緒のエビのキーホルダー買おう。一緒のエビ、あのキーホルダーそのどこに売ってるんやろな。コオロギさん、星ありがとうございます。おはよう。先ほどの新潟弁でって言えばいいのでは。じゃあそうします。イエーイ、決まりました。めっちゃあっさり決まった。良きですか。すいません、なんかほんまに低レベルなものしか考えれなくて、なんか本当にあの感謝しています。皆さんありがとうございます。案をたくさんくださって。チョチオさん、ハートありがとうございます。おはよう、おはようございます。今日ほんまに全然寒くない。なんかびっくりするぐらい寒くなくて、ほんまになんか末端冷え性をさ言ってるけどさ、
今日は全然その手とか全然冷たくなくてあったかいです。今日眠たいからかな。昨日が寒すぎた。なんか最近めっちゃ寒くないですか。やっぱ冬が近づいてきてるから。まだこれで冬本番じゃないっていうのが怖いですもんね。まだ寒くなるんやみたいな、恐怖恐怖。泣くや悩みと一緒や。でも今日だけですね、泣くのは。マフラーデビューした。なんかマフラーっていうマフラーじゃないけども、つけ始めちゃって、真冬耐えれるかどうか心配。おはようおはよう。なんか春カイロも張ってるから、もう私ほんまに真冬大丈夫かなって。ほんまにまだ暖房なしで頑張ってます。すごっ、強すぎ。さすがに寒くね。さすがに寒すぎる。暖房ないとさすがに無理。今は暖房あるから大丈夫。あゆみの場合子供体温じゃん。確かに、あゆみまだ中1やからね。あれインフルになったのは大丈夫。危ない、気をつけてください。皆さん体調管理にはほんまに。インフルって結構しんどいからね。朝起きれた、ギリセーフ。全然セーフじゃない。そういやこの前寒そうな服装で歩いてたよね。え、19日夜、そうだ、ほんまですか。どんな服装してたんやろ。怖っ、覚えてないや、どんな服やったか。クワが暑いので半袖で作業してます。あら、暑そうですね。それはさすがにこの気温で半袖でいけるって。セーフじゃない、全然セーフじゃない。もう終わりましたもんね。全部もう無事リフも言い終わりましたし、次の配信の人のやつも考えました。みんなキクヤンさん、星ありがとうございます。おはよう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 ございます。そういえばまだ雪なんと西山と一緒に公園出れてないんやな。そうなんですよ、西山はね、なんかワンチャン出れるやろみたいな天南のとこ覚えてるから。でも雪のはね、絶対的に肩車して出ないと会えないっていう、それがちょっと悲しい。私は雪だるまを作る予定は、雪が降れば。でもその同期でなんかどっか行こうっていう話はしてるんですよ、冬に。だからどうなるかですね、それが。おはようございます。肩車斬新。いやもう最初の頃は西馬と二人でちょっと言ってました。何っけ、そう、もうお互いが私に一向かえてない状態やから、二人でもう肩車して一緒に出ないみたいなのを話してました。おはようございます。おはようございます。桜みおんさん、星ありがとうございます。じゃあランキング読みますね、そろそろ。はい、読みます。13位コウくん、ありがとう。12位アキヒデさん、ありがとうございます。11位コガトくんさん、ありがとう。11位チョウさん、ありがとうございます。9位ドンミョンさん、ありがとうございます。8位ピピピさん、ありがとうございます。7位タシタシ、ありがとう。6位キングキャメロンさん、ありがとうございます。5
こいいマッサンありがとうございます。4位ともちんありがとう。3位大野ひとさんありがとうございます。2位あずまさんありがとうございます。1位ななさんありがとうございます。ありがとうございました。じゃあま、この後ツイートを載っけるのでまた見ておいてください。ありがとうございました。皆さん朝早くから来てくださって、またね、二度寝できる方は二度寝してください。私はできないので朝ごはん食べてきます。ありがとうございました。皆さんちゃんと寝てくださいね。